皆さんこんにちは、Bレジェンド小林です。今回はトレーニングの解説で、中でもちょっとマニアックなトレーニングということで、チェストサポーテッドローの紹介をさせていただきます。ベントオーバーローとかシーテッドローみたいなトレーニングと同じようなローイング系の種目というふうに考えていただいて大丈夫なんですけども、私が普段やってるトレーニングの中でも一押しのトレーニングというか、なかなかジムでねやってるのを見かけることは少ないんですけども、ダンベルを使ってしっかりねいろんな筋肉を鍛えられる上に、姿勢をキープするのは非常に楽なので、引くことに集中できるということで、初心者の方でも割と簡単にですね背中を鍛えることができるトレーニングなので、なかなかね今ベントオーバーローとかシーテッドローとかやってて、あまりこう背中に効いてる感じはしないな、鍛えられてる感じはしないなっていう方はぜひね取り入れていただきたいなと思います。でやり方なんですけども、ダンベルを持っていただいたら、インクラインベンチにですねベタッとうつ伏せに寝ていただきます。足はこんな形でベンチに乗せていただいてもいいですし、それだと安定しないなっていう方は下に下ろしてつけていただいても大丈夫です。でこれで腕を下に下ろしたら、あとはお腹に力を入れて単純に上に引いて下ろして引いて下ろしてというふうにやっていくだけです。非常に単純です。でこのトレーニング、特に注意点と言えるほどのものはないんですけども、一つ言うとしたら、ここから引いてくるときに肩をぐっと引いてあげる、最後の最後にちょっと胸がぐっと起きるぐらいのイメージで肩をしっかり引いてあげる。肩がこのままだーんと下がったまま肘だけ引いてしまうとなかなか背中に効いてくれないので、最後に胸がほんのちょっとだけですけどね、グッと起きるようなイメージで肩をグッと引いてあげるイメージで動かしてあげると背中をより使いやすくなります。そしてインクラインベンチなんで角度をいろいろ調整できます。例えばベンチを腰気味にして肘を張って上げてくると、僧帽筋、肩甲骨の間の筋肉、それも上の方ですねを鍛えやすくなりますし、逆にベンチを寝かせてこんな形で、ほぼ水平に近いような形でベンチを寝かせてやっていただくと、肘を張ると僧帽筋の中腹、ちょうど肩甲骨の間のあたりに効いてくれますし、脇を締めて腰の方に効いてくると広背筋に効かせることができます。このようにベンチの角度と効いてくる肘の角度を変えるだけで、結構簡単にですね効かせる場所を変えることができて、鍛えたいところをピンポイントで狙える上に、姿勢をねキープするのはベンチのおかげで非常に簡単な種目なので、なかなかやってる人は少ないですけども、非常におすすめなトレーニングです。ぜひぜひね背中強くしていきたい、大きくしていきたいという方はチャレンジしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。